い、皆さんこんにちは。長岡 HR420 桃助です。先日ですね、一回ゲストをしたこのナテックの、アドオンラジアル、これをですね、今日はもうちょっとしっかりテストする方法ないかなということで、アンテナアナライザーを用意しました。まあ、このアンテナアナライザーに直接つければ比較的、まあ、ハンディ機につけた状態に近いと思いますので、今日はですね、ここにアンテナを取り付けて、このアドオンラジアルの効果をチェックしてみたいと思います。はい、それではですね、まずこの4分の1波長のアンテナを、そのままの状態でアナライザーの上に乗せてみたいと思います。この状況はこの前の、まあ、実験よりは、まあ、ハンディ機に直接つけた状態に近いと思います。一応このね、SWR 系と、まあ、持ってる手からね、アースグランドが取れると思います。この状態で SWR はまあ3といったところでしょうか。はい、今ちょうど SWR の値は3を示しています。で、気になるのがですね、これこう SWR が結構フラフラ動くってことですね。これつまりですね、まあ、ハンディ機の、グランドの取れ方とか持ち方によって SWR が変化しやすいということですね。ちなみにこの辺なんかを持つと SWR 下がったりしますから、まあこれは多分、僕の指がですね、まあラジアル代わりになって SWR が下がってるんじゃないかなと推測されるわけです。はい、じゃあここでですね、ナテックのアドオンラジアルつけてみたいと思います。はい、じゃあアドオンラジアル取り付けました。どうでしょうか。 1.5 以下になりましたね。 1.3 ぐらいかな。はい、SWR ね、やっぱこれつけるとですね、バッチリ落ちますね。で、そんなにですね、こう持ってる状況の違いによって SWR の値がフラフラしなくなりました。まあつまりですね、あのこのアドオンラジアルの部分できちっと必要な、ラジアルっていうのが賄われて、必要なアースっていうのが賄われていて、まあ上の乗っかっている4分の1波長のアンテナがしっかり動作するということですね。やっぱりアナライザーでこうやって見てみても、かなり効果的ということがわかります。はい、ということで結果違い分かりましたね。おそらくですね、この間のまあ実験よりも、どちらの状態でも SWR が低かったので、まあハンディ機に取り付けた状態により近いんじゃないかなと、実際にまあこれぐらいの SWR で動作してるんじゃないかなというふうに推測されます。まあ、先ほど実験の途中でも言いましたが、やっぱりこの4分の1波長のアンテナっていうのは本体とか持ってる状況によってかなり SWR がフラフラするということがわかるので、実際これね、ハンディ機を持って運用してる時も起きてるんじゃないかなと思います。ちなみにまあそこで一つ言えることは、ハンディ機で運用する時はしっかり持って運用した方がいいということですね。これね、ちなみに波長が長いトランシーバーの方が顕著にその差が出るので、市民ラジオですね、市民ラジオのハンディ機よくなんか台を作ってこう置いてるみたいなのを見るんですけども、それよりもしっかりこうやって持った方がね、飛びます。はい、で、まあ、実際に今回のこの実験でもこのアドオンラジアルつけた状態の方がね、バッチリSWR落ちてることが確認できましたんで、まあ、ちょっとの差だと思うんですけども、まあ、これつけることによって、しっかりより遠くに電波を飛ばすことができるんじゃないでしょうか。ぜひですね、一度、そんなに高くないんで試してもいいんじゃないかなというふうに思います。ナテックのアドオンラジアルセット、商品購入ページの方を説明欄にリンク貼っておきますので、そちらの方をチェックしてみてください。以上、長岡 HR420 桃助でした。バイバイ。モモチャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルではライセンスフリーラジオをはじめ、アウトドアで遊ぶ無線趣味の紹介を中心に、いろんなことをねやってます。結構ふざけたこともね
いつもやってますので、興味がある方はぜひチャンネル登録の方をお願いします。また動画の情報とかその他ね、日々の情報はツイッターの方でも発信してますので、アット長岡 HR420 で検索していただくか、説明欄にあるリンクからツイッターの方もチェックしてみてください。またブログもやってますので、ヤフーブログ、説明欄の方にこちらもリンクを貼っておきます。それでは次回またポモチャンネルでお会いしましょう。